小吉、大吉、アミキシです。はい、ということでね、今回も動画撮っていくんですけども、今回ですね、さっき YouTube ライブで7600到達することができましたということで、今日は76からマルチですね、最後の舞って感じで、まあこのね、ボーマル限界突破道の動画も多分最後になるかな。まあ上がってる日にはもうシーズン終わってるんでね、まあその後溜め撮りとかしてって、次の日も上がるかもしれないんですけども、一応ね、シーズンは、これが上がってる頃にはシーズンが終わっちゃってるかなって感じですね。いやー、マジで頑張りたいね。ここまで来れたのは普通に嬉しいけど、もうちょい上行きたいですね。目指すは8000。8000がグロフィニ確定っぽいんで、おそらく。目指していきたいですね。いやー、すんごいね、マジで。しんど、76まで2時間。うわー、マジかやばいこれ。いや、でもいける。ガゴか。ガゴはちょっとまずいね。さあ、一発も入らないと。まあ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 、これは入んないのはいいんですけど、ここでジャイが来て、どうやって守るかって話なんですけど。やば。マジか。そういう感じか。うわ、えぐいな。待って、これさ、スパーキーやばい。お前マジで。これないわ。待って、これさ、しかも入りそうじゃね？なんか。やばい。危ねえ。うわぁ、今、スケルトンミスったかなぁ。うわぁ、でもなぁ。スケをこっち側で受ければ、スパーキーがね、ノックバックして、こっちに向くんで、ボムタワーの方に竹取るんですけど、でもそしたらエリババが多分マスケの方来ちゃってたんで、いや、しょうがないかな、普通に。どうしようもなかったっすね。まだいける。全然いけます。いやぁ、で、ここでガコまで行った、ディガーまで行っちゃうと、そう、入るんですけど、防衛ができなくなっちゃうんで、本当はこれで一発入ってくれたら美味しいんだけどね。まあ、そんな甘くないよねって感じですね。いや、ゴブジャイか。撃つなよ。うわー、マジか。それ撃つか。いやー、イゴレじゃなくてタルババだったかな。いや、マジで。これ今の打つの違うよ。話変わってくるって。いやー、これ守りたくねえなー。捨てたいけど、捨てたらあれだしなーって感じで守ります。これ多分スパーキー合わせられますね。いやー、ガチか。今のやばくね？行くけど、これ、うわ、ザッピーいるよ。やべえよ、これ。うわー、レイジかかっちゃった。やばいっすね。やばいっすね。これは、左は無視かな。左無視ですね。OK。ザップ2周なんで、まだ大丈夫っすね。いや、マジか、ここで。やばくね？これ、マジきついな。いや、きちい。ザップで終わっちまうよ。やめてくれ。本当にやめてくれ。いや、きつすぎる。マジか、これ。あー、終わった、ザップだ。もう、マジきちい。ふざけんなよ。最初もう、なんだよ、あれ。まあ、25だからいいよ。まだいい、まだいい。7残っちゃったけど、まあ、いいでしょう。行きましょう。いや、マジか。今の最初のエリババ攻めの時にな、ちょっと防衛失敗して、で、その後もスパーキー入っちゃったね。スパーキーな、あれ難しいんすよね。やっぱヒースピがやばいんすよ。ヒースピ追加されるだけでしんどいって。だ僕が、スパーキー展開された時に多分受けから入って、基本的にカウンターメインに立ち回ればよかったかな。多分。だから僕の立ち回りが下手だったね。スパーキー来た時に、ボムタワーから入って、もう受けから入って、カウンター、カウンターって専念すれば、勝てたかな。ちょっと失敗しましたね。まあ、次来たら、気をつけよう。今、デフさん事故ってる時とかね、逆サイに飛ばすしかない状況とかあるんでね、それで飛ばすと、まあ、ずっとそのサイクルになっちゃうんでね、そのまま負けちゃうって可能性があるんですけど、まあ、さっきみたいにね。まあ、仕方ないですね。さあ、ここは、もう行っちゃいたいね、これ。タル切ってるんで、相手。ちょっと待ってから、カード見て、エリゴレかこれ。ぽいっすね。
それに来るかなですね。いやー、これ銀ギロしたいなマスケで無理やりするか、あ、マスケでいいか。マスケでしよう。確実にしよう、ここ。オッケー。ほんとはスケでね、なんか一体こっちに出してタイミング合わせれば銀ギロできるんですけど、あれめちゃめちゃ難しいんでね。たまにしかできないから。ちょっと怖かったんでやめましたね。エリゴレは勝ちたいけどな、エリゴレマジで。ボムタワーの下方結構痛いんですよね。前は割と楽勝で勝てたけど、今は結構厳しくなってるっすね。これどうすっかな。いや、これ許容でいいな。さあ、相手も許容。OK、5切った。これマスケ出して、OK、5切ってんで、OK ですね。で、ヒーラーが出てきてないんで、まだ。そこがどうなるか？ただ、ファイブ切って取るね。ここ多分エリゴレから来るかな、相手。それかヒーラーから入るか、どっちかっすね。さあ、エリゴレできましたね。あー、来ましたね、がっつり。で、僕は、ここをしっかり守りたいんですけど、トルネまで撃たれちゃうとね、で、これしかも左側にもう一回さ、エリゴレの形を組まれるっていう可能性がね、あるんですよ。そうそう、こんな感じで。これされたらマジで結構しんどいっていう。いやー、待って、これやばいな。あれが飛んでねえのがやばいかもしんない。もしかしたら。ライドラがやばいね。無双してますね。いや、それうまっ。相手、マジか。いや、そのトレーナーやってる。オッケー。オッケー、来た。バックアウト取った。で、トレーナー切ってる。ここあれですね、僕雪のままで回したい。トレーナー切ってるんで、多分回んないはず。これで回ってたら俺負けるけど、回ってないでしょ。これで回った？よっしゃ、来た。よしよしよし、危ねえ。マジで危ねえ。怖え。やっぱ金疲労強いね。序盤のうちに金疲労できたらした方がいいっすね、リゴレ相手は。オッケー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 。いやー、あと一回ぐらい行きたい。勝ちたいっすねー、頼む。ナックル投げるバタコさん来たー。テッカラムだ、この人。最悪だ。最悪だ。テッカラムのライトニング、この人めっちゃうまいんだよね、しかも。マジきついんだよな。やばいな。このね、雪玉もちろんラムはね、基本的に厳しいですね。なかなか突破できない。ただ、めちゃめちゃうまく立ち回ればいけるかな。ライトニングを相手に打たせなければいいんですけど、そういう立ち回りすれば。まあ、むずいよね。こういうところも右ちょっかいかけといて、ユニット咲かせて、で、ここを、これで回収しつつ、さあ、相手はこれは。いや、バルーン行ったところでラムで回収されちゃうんでね。この相手、マスケに対してタルババかな。お、エレキか。これエレキ。いや、雪玉だな。オッケー。はい、多分これスケルトンで防衛してくる読みですね。タルババ。今当てようかし、当てようと思ってたんでよかった。で、ここタルババで逆サイちょっかいかけて、で、言うのかな？で、ディガー出して、ワンチャンライトニング来るかな、ここ。オッケーですね。一応攻めていいね。で、ラム来る。で、左のマスキ相手どうするかっていう。話になってくるんで、エレキかな？タルか。一発入る、オッケー、ナイス。しかもバッカーも入ると。オッケーですね。今のところは悪くないかな。で、ケツペッカが多分来るんで、それをどうするかですね。来ないか。いや、ワンチャン言うの来そうなんだよね、ここで。次、雪の相手が切ってきたらチャンスなんで、そこ攻めます。ここっすね。ここチャンスなんで、がっつりいっちゃっていいかな。ただね、そう、これがね。
いや、待って、それうまい。やばい。いや、うまいな、それは。いや、そうなんですよ。エレキを、ラムとエレキで結構守られちゃうんですよね。いやー、渋すぎるなー。で、ライトニングかな。いや、きっちり、マジきついなー。これ、結構、勝ち目ないんだよなー。どうやって勝つんだろう。難しいっすねー。エレキ来る？オッケー。いやー、雪玉で。いやー、きつっ！全部守られちゃいますもんね。なんも通らない。いやー、まあ。いやー、なんも通んないな、マジで。これ。勝ち目ないな。超きついっすね。これ多分勝てないな。これ勝てないっすね、この相性。多分勝ち目がないかな。ほぼないかな。ワンチャンもないぞ、これ。どうするよ。ワンチャンもないぞ、マジで。で、ラムでしょ？で、エレキでしょ？これきつない？バカきついね。しかも雪玉もあるんでね。やばいよね。いやー、やばいって。これマジでやばいな。ここぐらいですね、僕のチャンス。でも雪玉とあれ全部守られちゃうと。しかもライトニング。いこれマジか。勝ち筋ゼロなんですけど。どうしよう。マジかよ、これ。バカみたいにきついな。通んねえ、マジで。すぎる。いやー、マジかー。これちょっと勝ち目ないね。相手が攻めラムを一回もしてこないのがちょっと上手いし、これはシンプルに勝ち目がないやつでしたね。はい。まあ、しょうがない。もうこういう 相性悪いのは仕方ないんでね。まあ、頑張ってね。8000目指して頑張っていきたいと思います。ということで、この動画良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。まあ、上がってる頃にはあれだけど、皆さん、シーズン終わってると思うけど、最後まで頑張りましょう。ということで、バイバーイ。